なんかね、この間ね、れいなちゃんがねときめいた時の言葉を言ってて、私はなんかルンルンとかっていう言葉を使って古いって言われることが、まあ、木田さんに古いって言われたんですけどその時に、まあ、同じようなこう気持ちになった時になんて言ったかって「キュルルン」って言ってたの、れいなちゃんが。キュルルンって言うんだと思って、最近の子なんか誰か鼻で笑ってたよ今ふんってふんって誰か鼻で笑ったでしょなんかキュルルンって言ってたの。キュルルンって使うのって可愛いよね。こうやってやってキュルルンってやってたよキュルルンって言ったことないなって思ったんです。使っていきたいと思います。キュルルン。今日の皿はキュルルンです。合ってないと思うこれ。お付き合いいただきありがとうございました。皆さんこの後も素敵なお時間をお過ごしください。それでは。